こんにちはデント2025線です今回所有するのは東横線5今回模型車両の紹介は東横線5050 50系の3編成を紹介します現在東横線5050 50系は8両編成29本10両編成11本が活躍していますまずこっち奥に並んでいるのが 4110編成渋谷光エトレーンですこちらは秋葉原のジオラレ,レーセンターで買ったものですでど真ん中にの方は4109編成こちら通常からですねこちらは8両がカモイのアンドロメダで買って2015年にカモイのアンドロメダで買って残り2両は秋葉原の F5 で買ったものですで 一番手前にいるのが95000 5122系青りリバイバイルカラーの編成です。こちらの編成はもともと田園都市専用で作られたものだけど車両集の関係で6度火や3両組み込みの関係もあってずっと車両が動かなくなって。 えー、急遽予定変更になってそのまま東横線に転属して最初は貸し出しっていう状況でしたけど結局東横線転属っていうことになりましたねこちらはもう本,本物の旧五線系リバイバルカラーに関しては渋谷駅前で保存してた5000 9トップナンバーが今秋田犬の里に保存してて。 その他、アルピコ交通の新村車庫で保存してたのが、今群馬県、群馬県の前橋のほうになんか保存してる、保存会が保存してるっていう話,話ですので、その他、その他熊本電鉄が保存してるっていう感じです。 まあこれはもうそれに似てたリバイバルカラーだけどまあ雰囲気が出ていますねまあこちらの3編成が現在東横線5050 50系3編成が所有してるって現在うちでは28両所有してるっていう感じですご視聴ありがとうございましたよければチャンネル登録と 高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。